根管治療は歯の中、造影室の中に治療を施さなくてはいけないということです。歯は高々2センチあるいは全長で25ミリ 2.5 センチしかありません。で、硬い造影室という組織の中にありますので、何かを入れても造影室自体が膨らむということはありません。そうすると外形が固定されているので、その中で大きくしなくてはいけない。で、歯髄を取るということになりますと金属で取り除きます。細い金属は柔軟性がありますが、太い金属は柔軟性がない。で、しかも根管は曲がっている。根管の9割は湾曲根管ということになります。そうすると掃除系に拡大形成するのが非常に難しい。そうすると柔軟性のある器具の選択が必要になります。また種種によっても形が様々です。年齢とともに根管は石灰化することによって根管の数も変わりますし、形態も変わる。そういったことで二度と同じ症例がないということで非常に難しいということになるかと思います。根管治療は皆さんに感染との戦いと考えていただければいいと思います。すなわち根管治療は全て外科的な処置だと考えていただければ、感染に対して対策を講じるようになります。無菌的な処置を心がけるようになります。例えば感染との戦いということになれば、使用する器具の滅菌にもこだわるようになります。そういった細かいところから感染に対して気をつけることが根管治療のアップ、成功率のアップにつながると考えています。今の歯科業界、よくマスコミでも問題になる点の一つとして、コンビニエンスストアよりも数が多いというような負のイメージが多いように思います。実際に現在歯科医師は過剰だと言われ、歯科医師国家試験の合格率も低く抑えられております。ただこのまま推移しますと、団塊の世代の先生方がそろそろリタイアする時代を迎えます。そうするとリタイアする先生よりも新しく歯科医師になる先生の方が数が少ないということになりますと、歯科医師の数はだんだん減る傾向にあるのではないかと考えています。しかし今人口も減る傾向にはありますが、健康でいられず健康寿命が短くて寿命が長いということは、最後の10年ぐらいなかなか自分の足で歯科医院にも行けない人がより増えるような時代になるのではないかと考えますので、これからは訪問歯科治療、そういったものにも力を入れていく必要があろうかと思います。また口腔と全身との関連性、歯周病中心にいろいろ言われております。誤嚥性肺炎等の問題もありますので、医科と歯科との連携っていうのも大変重要なことと考えております。私、歯科医師になって32年ほど経ちます。これまで歯内療法専門にやってきましたので、これから GP になるとかなかなか難しいと思いますので、私はこれからも歯内療法の道を突き詰めていきたいと考えております。日本では現在再根管治療が繰り返されています。これをなくすことが歯内療法、歯科の世界にとっては一番よろしいことかと思います。できれば日本の歯内療法の質が向上し、保険請求の件数でいけば抜髄の件数が感染根管治療の件数を上回る日が来ることを望んでいます。それが我々歯科医師にとっても幸せであり、患者さん、国民にとっても幸せと考えております。